はい、院長5年目の速稼塾の久保でございます。今日もね、特別定額給付金のことをちょっとお話したいんですけども、第3次補正予算、こちらの方がね、世耕参院幹事長から出ましたね。30兆円ほどの規模が必要なんじゃないかなということで、まあ世耕さんのお話はちょっと置いとくとして、現状を振り返ってみるとね、本当に一人一人の方が今非常に厳しい状況で暮らされてると思うんですよ。例えば私の聞いたところによると、10代から30代の若い方がですね、かなり自殺者が増えているということで、もう将来に希望が持てないし、そもそも今現在ももう全然面白くないということで、もう生きることにね、希望を失ってしまっているということがあります。で、まあ主には学業ですよね。進学したいと思っても学校にもう行くカリキュラムがないとか、通学ができないとかね、大学ですとか専門学校も諦める例も出てるんじゃないですかね。せっかく受験して入学しても、登校できないんじゃね、面白くないですし、まあこういったあれですけども、大学生活のね、半分はキャンパスに通い、そこで生まれる交流ですとかね、まあ合コンですとか、まあ恋愛っていうのもあると思うんですよ、正直ね。先輩や後輩の関係とか、そういった小さな社会を体験することが大学の醍醐味の一部でもあるのに、やっぱり学業だけはね、家でもできますよ。でもそれだけではやっぱり大学生生活、専門学校生生活って送りにくいと思うんですよ。だからそういうところを考えると、楽しみがない学びっていうのはとてもね、人を絶望させるもんだと思います。でバイトもね、なかなかできなかったりとか、交流が持てないと本当につまんないっていうかね、先が見えないですし、ステイホームばかりで友人ができなかったっていう、このタイミングを失ったことっていうのは結構若者にとっては辛いんじゃないかなと思うんですよ。で、あと40代50代の方も楽かといえばそんなことはなくてですね、40代50代の経営者さんですとか、店舗のオーナーさんとかね、スタッフさんもそうですけども、転職も難しいわけですよ。で、事業がね、潰れてしまうと同業者に頼ることもできない、同業者も辛いですからね。もうね、そういう状況の中で新しい世界のチャレンジするためのコスト、時間、お金、こういうのもかけられない、体力もなくて気力もなくって、もう絶望ですよね。今まで自分の40代50代まで使ってきた道が全部使えなくなるわけですから。で、そこに補助もなければ、もう途方に暮れちゃいますよ。支払いは続くわけですから。住宅ローンを払い切れずに任意売却された方もいるんじゃないかなと思いますよね。で、母子家庭の方とかもね、やっぱり状況は苦しいと思います。まあ、貧困というふうに言われる母子家庭の一部の方ですけども、この状態でしたら、母子家庭の大半がもう本当に貧困どころではない騒ぎになってしまってね、で、救いの手も十分、施されないと。で、子供たちですよね。子供たちの可能性っていうのは本当に徹底的に潰されてしまうんで、将来的に何も見出せなくなくって、お父さんもお母さんもね、子供に対しての申し訳なさとか、そういうので、気が気でないところもあったりとかね。で、生活困窮者の方、病気である方とか、そうですね、家庭環境があんまり思わしくない方、みんながみんなね、楽しい家族で住んでるわけじゃないですから、やっぱり家族で折り合いがつかないところもあったりとかして、それをなんとかね、補助することも今は全然できない状態だと思いますし、先ほどお話したように住宅ローンの解約みたいなのも次々と起きてきて、で、手放す車で中古車市場はね、もう売り物ばっかりで全然買う人もいないし、家も車もどんどん値下がりしていって、不動産価格は大下落すると、で、それに関わらず日経平均株価っていうのは高値を維持しているってわけですよね。これは国債の投入を日銀がどんどん買い取ってるからだと思うんですけども、実体経済とは大きくかけ離れたこの歌方の株価っていうのがね、どれだけ恐ろしいものかと私は思うんですけども、実際に株で下支えするよりも国民の暮らし、実体経済を下支えした方が、まあ、やっぱりいいと思いますし、実際そういうもんだと思うんですよ。金融市場がいくら盛り上がってもね、今日食べるパンがなければ人は死にますから。でやっぱり今日出会えるべき人が出会えなかったら、それは絶望に変わるんでね。ということで、私のいらない思いをいろいろとお話ししましたけども、ここからね、世耕さんのちょっとお話を記事をもとに、ちょっと画面切り替えますんで一緒に読んでいきましょう。はい、第3次補正予算30兆円程度の規模必要だということで、自民党の世耕参院幹事長も申されています。もう国民経済白書のね、西村大臣もそうですし、内閣府からの意思もそうですよ。で、先日はね、いろんなことを言われる方がいて、やっぱりね、財務省の麻生財務大臣がいくら頑張っても、それ以外の、多くの方っていうのはね、財政出動が必要だと感じてるんですよ。30兆円ですよ。今度は30兆円なければダメっていうのが、これが出なかったらね、30兆円分の GDP が消えて、その分だけ、人が死ぬわけですよ。だから
お金っていうのはね、やっぱ人間が作ったものですから、こんなものでね、人は苦しめられたりとか死んでしまってはいけないと思います。人間の命っていうのは神様が作ったものですから、取り返しがつかないですからね。ぜひね、金で済むんだったら金で済ましてほしいなと思いますよね。金なんて結局作れるわけですから。で、記事ちょっと短いんで読んでみますね。本年度の第3次補正予算をめぐって、自民党の世耕参院幹事長は、新型コロナウイルスの影響に伴う景気対策などのため30兆円程度の規模が必要だという認識を示しました。ありがとうございます。本年度の第3次補正予算をめぐっては、来週10日前後に菅総理が編成を指示する見通しとなっていて、与党内からは最低でも10兆円から15兆円の規模を確保すべきだという意見が出ています。全然足りないですね。100兆ぐらいぶちまかってほしいですね。で、国民一人一人にバスッとね、100万円ぐらい配るようなね、そのぐらいの大盤振る舞いしないと、要は救われないですよ。皆さんどう思われます？これについて自民党の世耕幹事長は6日の記者会見で、企業の業績予測では信じられないような大規模な赤字となっていて、ね、現実ですよこれが。中小企業もいよいよ雇用調整に入らざるを得ないという声も聞こえる。日本経済はこれからが正念場、絶望ですよもう、と指摘しました。こういう時に国が国民の生命と財産を守らなくてどうするんですかってことですけどね。で、その上で世耕氏は補正予算案の規模について、止血のための措置ではなく、景気や失業対策という観点で30兆円ぐらいの、もう50兆円100兆円って言ってくださいね、規模であっていい。金を出し惜しみせず、そう、債務残高の増加は少し横に置いて、その通り。もうね、借金のこと後で考えればいいんですよ。というか借金じゃないですね、国債なんて、財政出動の記録にしか過ぎないのに、誰が借金って言い出したんでしょうね。で、経済の基盤を守るべきことに徹するべきだと述べ、30兆円程度の規模が必要だという認識を示しました。さあ、麻生財務大臣の財務省以外はお金が必要だって言ってますよ。お金がいらないって言ってるのは、あの麻生財務大臣の一人舞台ですよね。で、それに対してもその発信の後で、結局はね、内閣府からは給付金は効果があったんだと出てますし、実際効果あったに決まってるじゃないですか。それは人の口座に、10万100万と入るわけですから、効果がないわけないですよ。で、これによってね、消費も喚起されましたし、GoTo なんとかっていうのも結局は国民利用してるわけですよね。ああいう形で、賛否はありますけども、国民の懐にまず現金を渡さないことには、まず生きる気力が出てこないですよ。いや、平和な世の中だったら働きに行きますよ。でもそれを止めてるわけですから、国がね、国が8割の接触をやめろっていうふうに要請してる、要請っていうか命令ですけどね、命令してるわけですから、それに対する保証、やっぱり自粛要請と、もう一個ね、その保証っていうのがセットになってないといけないってずっとね、言われていたのに、保証金額としてあんまりにもね、ちょっと少なすぎる。保証金額っていうのはどういうことかっていうと、人一人の、ね、年収ぶち込むぐらいじゃないと合わないですよ。去年の年収と同じ額を国が保証する。それによって、この国っていうのは困らないわけですから、守られるわけですから。ね、今、子供たちが不自由な思いして生きることをやめてしまったら、将来の日本っていうのは誰がやるんですか？誰が運営するんですか？そう思います、私は。将来40代50代になるはずの人が、今ね、10代20代の方が大いに学んで、大いに遊んで、大いに交流していただいて、この日本という国にものすごく恩義を感じて、よし恩返しするぞって気持ちで世の中の中枢に入っていくわけじゃないですか。こんなひどい目にあったらね、もうこんな国滅んでしまえみたいなことになってしまいますよ。いやー、もう本当私も言いたいことが山ほどあるんですけど、また長くなるんでこの辺にさせていただきますけども、さあ皆さんはね、どういうふうにお感じになったでしょうか。ぜひね、感じることがあれば私のコメント欄に書いていただくのもいいんですけども、ぜひね、官邸にメールをしていただいて、そして、世耕さんのところにね、事務所がありますから電話をしていただいて、ありがとうって言ってね、本当によく言ってくれたみたいな感じで後押しをすると。それから麻生財務大臣には、まあそろそろいいじゃないですかと、麻生財務大臣気持ち分かったんで、一発ボーンと大盤振る舞いしましょうよ麻生財務大臣ね。そしたら私たちは麻生財務大臣みんな褒めたたえますから、みたいな感じでね、ちょっとこう、ね、みこしに上げてあげて、それから菅総理はいろいろとね、今野党から追及されてますけども、私たちは菅総理が最後には国民を救ってくれるって分かってますよぐらいのね、おべんちゃらを言って、そして、西村経済担当大臣には、やっぱり財務省よりも西村大臣ですよねっていう感じでね、これもおだてていきましょう。ということで、おだて褒め殺しで、私たちの国が救われるなら、私たちの暮らしが救われるならいいじゃないですか、それで。そういうことにしましょう。じゃあ官邸へのメールよろしくお願いします。いってらっしゃい。